はい、今回はですね、ネプチューンキングについてお話ししていきます。で、まあ、動画の内容なんですが、筋肉マン最新回以降の内容が含まれていますので、視聴される際にはご注意くださいということで、まずはね、早速こちらからいきましょう。はい、第365話ではですね、ネプチューマンと対峙した長身がね、その武道の姿で登場していたんですよね。で、このことから以前同じ姿をしていたザマンの演者なのか、はたまたネプチューンキングがその正体なのかなど、様々な予想がされていたのですが、果たして何者なのでしょうかね。まあ、これについてはまたちょっと後でね、触れていくんですが、次は今回の主役であるネプチューンキングについてね、お話ししていきます。まずはサクッと基本データから紹介していきましょう。ネプチューンキングは、身長290センチ、体重320キロ、これしつこいようですが、ザマンと同じですね。まあ、ザマンがネプチューンキングと一緒って言った方が正確かもしれないんですが、超人強度は5000万パワーで、日本出身です。で、夢の超人タッグ編でネプチューマンとヘルミッショネルズを結成して宇宙一タッグトーナメントに出場していました。これネプチューマン紹介した時も同じこと言ってたね。で、マイルドマン、ビッグザブドウと姿を変える、もだから作中で初めてオーバーボディをまとっていた超人ですからね。まあ、決勝戦でね、マッスルドッキングを食らった際にはミイラのような素顔をあらわにして息絶えていました。で、そんなネプチューンキングなんですが、さっきもね、お話ししたんだけど、ネプチューマンの対戦相手となる、長身はですね、まあ、ネプチューンキングなのじゃ、なんじゃないかっていう考察もあったんですよね。で、まあ、この可能性はあるかについてちょっとね、お話ししていくとね、まあ、確かにね、ネプチューンキングの死体は邪悪誤信によって天界に引き上げられている描写はあるんですよね。あるんで、まあ、何らかの理由で神に格上げされているという展開は考えられなくはないかなと思います。まあ、大井争奪編ではですね、オメガハンドに憑依させられていたんだけどね、あと、まあ、超人墓場はいいところだみたいなことも言ってましたね。はい、しかし、まあ、この展開だとね、超人が神に格上げされた前例を作ることになって、まあ、神となりうる超人を選抜するためにバベルの塔でね、試練が行われている状況を考えると、ちょっとまあ違和感はあるっちゃあるんですよね。はい、だから長身ではなく超人で参戦しているっていう展開もあるかもしんないんだけどね。またその武道の姿をした長身は、その地上の超人の活動状況は注視していたと発言していたことから、まあ、ネプチューンキングである可能性は極めて低いのかなとは現時点では思います。まあ、ただしね、普通に考えればね、可能性は低いと思うんだけど、その展開をあえてその展開で描いてくれるのもゆで卵先生のなせる技かなとは思うんで、いい意味でね、予想を裏切る展開も期待してしまいますよね。はい、あと昔の動画でもね、ネプチューマンとネプチューンキングの対戦をね、熱望するようなこと自分も言ってましたからね。なんていうか、そのマスクを借り合う展開とか結構熱いかなとは思うんですよ。究極の超人タッグ編でも似たような展開あったとは思うんだけど、あれとはまた全然状況は違うかなとは思うんで、だからもしもなんか今のところ言ってないんだけど、あの長身がね、グロロと言い出したら期待できるんじゃないでしょうかね。あと、まあ、邪悪誤信のようにね、ネプチューンキングに憑依して潜んでいたっていうことも考えられる一方ですね、まあ、その時はネプチューンキングは自我があってね、まあ、自覚がなかったっていうパターンもあると思うんですが、まあ、個人的にはね、まあ、ザマンの演者あるいは信仰が最も深かった神が正体じゃないかって今のところ自分は予想しているんですが、果たしてどうなんでしょうかね。で、次にですね、まず再登場するかはわからないんですが、万が一ね、再登場するのであれば、ちょっと知っておきたいネプチューンキングのポイントについてね、いくつかお話ししていこうと思います。まず一つ目なんですが、こちらですね。はい、元ラージナンバーズっていうことで、夢の超人タッグ編では、パーフェクト超人の狩猟のように描かれていたんですが、オリジン編ではね、まあ、元は完結の称号を持つ、ラージナンバーズで、
サイコマンからその実力を認められて直々にマグネットパワーの手ほどきを受けるほどだったんですよね。はい、あと後にね半端者とか言われてたんですけど、サイコマンからね。はい、しかしまあ本来の我の強さゆえか弟子を引き連れて超人墓場から抜け出し独自に派閥を作っていたんですよね。よく粛清されなかったなとは思うんだけど、粛清対象にならなかったのかな。なおですね、まあオリジン編ではね狂気攻撃をした時点で、パーフェクト超人の幹部から脱落したとされ、まあ推測憶測ではあるんですが、超人墓場から離脱した時点で、まあ、不老不死の力も剥奪された感じでしたね。ちょっとおじいちゃんみたいな顔になってましたしね。で次にこちらです。はい、実は演技派っていうことで、ネプチューンキングはね当初は正体隠しており、あたかもネプチューンマンにね、引き付き従っているかのように振る舞っていたんですよね。でバベルの塔に現れた武道もですね、今のところなんかそれがしっていう一人称を使い落ち着いた印象も受けるんですが、突如ね表現する展開もあるかもしれないですね。だからさっき言ったようにちょっと笑い声がどんな笑い声なのかっていうのはね気になるところです。で次にこちらですね。はい、テームズ川の底に数十万年ということで、これまあ他の動画でもねお話ししていたんですが、ネプチューンキングはねビッグザブドウの姿で数十万年もの間ネプチューンマスクを守り続けていたんですよね。でさっき言ったように以前の動画でテームズ川の底にいたブドウは神だったんじゃないかっていう予想もしていたんですが、この真実が語られる時が来るんでしょうかね。なんで個人的になんだろうな、なんとかそのネプチューンキングってね確かに後付けの設定もあるんだけど、自分ではその作中では一番なんかすごくね引き込まれるような面白い設定がねある、キャラクターかなとは思うんでね、まあ、どんな形今回登場するかわかんないけど ね、まあ、ね今後ね再登場してほしいなとは自分思っているんですよね。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。